バッテンです。今日はこちら、東北大学2023年理系第2問の問題を初見で解いていきたいと思います。ぜひ一緒に考えながら見てみてください。では解いていきます。関数 fx イコール sin3x プラス 3x について以下の問いに答えようと。括弧1が fx イコール0を満たす正の実数 x のうち最小のものを求めようという問題です。で、括弧2は正の整数 m に対してfx イコール0を満たす正の実数 x、どっちも正の実数ですね。のうち、m 以下のものの個数を pm とすると。まあ、いろいろ x が出てくるわけですね。実数解がいろいろ出てきて、m 以下のものを pm として、極限値、これこれを求めようという問題です。はい。じゃあ、まず括弧1からいきましょう。まあ、シンプルに方程式を書くと、で、これは、そうですね、まあ、sin3x を3倍角の公式使って、3次方程式にしてもいいかもしれないですが、まあ、和積公式で積の形にしちゃえば、イコール0なんで解けそうですね。ということで、まあ、2であってこれですね。こうなるので、こうなりますと。で、例えば左の方から出てくる。まあ、今回、もう x は正の実数で考えましょう。括弧1も括弧2もそうなので。そうすると、左側はどういう解になるかというと、単円解で、sin2x が0。で、sin が0になってくるのは0とか π とか。なので、まあ、ある形を用いて、あ、k は自然数か。x プラスなので k は自然数ですね。k は、まあ、ある自然数と。ちょっとサボります。整数だったらダメですね。x プラスなんで k も自然数になってきて、まあ、ある自然数に対して、まあ、どんな自然数でもいいんですが、まあ、x がこういう形で表されるような x ですね。で、cos x が0っていうのは、こことかこことかなので、どうやって表せばいいかというと、まあ、同じ k を用いるのであれば、こうすればいいのかな ?2 分の π、2分の 3π。そうですね。ただ、でもそうか、左側から出てくるのが2分の π ずつなので、そうか、まあ、これで結局コサインも0になるんですね。なので、こっち考えなくていいと。解の集合としては、もう、これ。まあ、ある自然数に対して、こういう形で表されるような、K の集まりが、この解になってきそうです。なので、正の実数 X のうち最小のものは2分の π ですね。はい。こちらは括弧1の答えになります。では、括弧2。もう、実数解求まりましたし、今、こんな感じで書けたので、m 以下のものの個数を pm とする。あ、だからそうか。極限値求めるときに、この pm っていうのがですね、直接 m の式で求められれば。で、求められるんであれば、もうただの極限計算なわけですね。でも、求められないよってなったときは、強化して挟み撃ちで極限値実は求められるんだよっていうのがやっぱ極限値の求めるときの面白いところで、まあ、今回はなので例えば m 整数なんですね。なので例えば m が1だったとすると正の実数 x っていうのが2分の π で π 2分の 3π 点点点とって言って、これがもうすでに1超えてるんで、pm は0ですね。m イコール1の時。で、m が2の時はというと、pm は、2はさすがに2分の π は下回るので1個。で、m が3の時っていう感じでやっていくと、まあ、それぞれの m に対してはですね、すぐに値が求まっていくんですが、これを一般項の形で表せるかなっていうのを今ちょっと考えてます。
なんかうまくガウス記号を使って表すことができそうな。やってみますか。だから m と2分の kπ と m との仁義なき戦いが行われていくわけですが、2分だから調べたいものとしては、だから m っていう整数があったときに2分の kπ がこっちで2分の k プラス 1π がこっちですよみたいな、なんか k だとややこしいですね。これちょっと別の例えば n にしときましょうか。こうなってるような n の値を m で表したいんですね。でこれをそのままですね不等式で表すと、m 以下なのでここはくっついてて OK で、こっちがこうですね。となるとこれを n について解くと、今 m が与えられてるわけですね。で n について整理をしたくてこうなってきます。で n が例えば3ですよってなったときに pm の値ってどうなってるかというと、このときは pm は n が3なので2分の π、π、2分の 3π 入ってくるんで3つ。だからそうか。もう n の値がそのまま pm なんですね。っていうことは、もうこれが成り立つんで、pm についての評価がすぐできちゃうということですね。これでもう m 分の pm でいけますね。あ、そっか。今、なんかいろいろ考えてきたんですが、なんか一般項を求められないかなと思って、pm のですね、pm の一般項を求められないかなと思ってやってきて、そのためのですね、評価の式作って、n を m で表したいなと。思って出てきたこちらですね。こちらから n をバシッと m の式で表すのがこれが難しくて、気づいたらそうですね、不等式の評価になってたんで、まあ気づいたらちょっと下の作戦になってたっていう感じですかね。なので途中で直接 n を m で表すんじゃなくて pm を評価するっていう作戦に切り替えて、そうするとバシッともこの意識が使えたというような感じで出てきました。ちょっとなんか棚ぼた感はありますが、ちょっと整理しますね。答案としてはちょっとまだ貧弱なので軽く整理をしておくと、これがまあ、詳しい答案ちょっと次回解説はするんですが、注意しないといけないのは、ある自然数 m に対して、まあ、こういうような評価式を作っていきたくて、でこういう n がまずあるよということを言ってます。でこの時注意しないといけないのは、 m イコール1の時2分の π っていうのが1よりも右にあったんで、この時 n は0になるんですね。これをこの評価式満たす l って、なので n は自然数じゃなくてあくまでも整数としておいた方がいいです。まあ0以上の自然数、0以上の整数ってやってもいいですが、ちょっと1の時だけケアしないといけなくて、 n は整数でここではちょっと広げてます。まあ、いずれにせよ m を1個バシッと決めると必ずこの両サイドのですね、2分の nπ と2分の n たす 1π、 m をちょうど真ん間に持ってこれるような n が一つ存在してきます。なのでそれを、まあ、m によって定まる n なので nm とここでは置くことにしましょう。でその時に、まあ、ここがミソですね。m 以下で
で2分の π、2分の 2π、まあ π か。2分の 3π、ちょんちょんちょんと、まあ、次数かがですね、無限に出てきて、m 以下が何個ありますかっていうのを考えたときに、この評価式を満たす n が3ですよってなったら、2分の 3π 以上 2π 未満に m があるよってことなので、1、2、3で pm は3つということになってきます。つまり、この n っていう数字が、これは値なんですが、実は m 以下のものの個数も表しているということですね。まあ、これぐらい書いとけば大丈夫でしょう。2分の nπ 以下のこの実数解のですね、個数っていうのが n 個なので、n でいいですよねと。あ、n、nm で置いたんでしたね。ですので、pm っていうのは nm です。ということで、評価式作っていくのは、この nm についての評価式作っていけばよくて、それはもちろん、これをですね、nm について解けばいいと。そうすると、これさっきの持ってきますが、これを得るよと。で、ここがさっき考えたことによって pm になるので、m 分の pm っていうこの形を作り出していくと、こうなって、この両端はどっちも m を正の無限大に飛ばしたときに π 分の2に収束していくので、これも π 分の2に収束しますということになります。答えになんか π が出てくるの面白いですね。個数を pm と置いたのに、なんか離散的な値なのに、収束値が π が含まれるっていうのは結構面白い気がします。はい、いかがだったでしょうか。まあ、そうですね、作戦としては、合ってた気がします。まあ結構ラッキーなことですぐ評価式が出てきたんですが、まあ考え方としては一般項を求められるかなと思ってやってみて、できなければ評価に切り替えるっていう感じがメインかなと思います。はい、次回しっかり答案書きながらですね、解説していきたいと思います。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。